どうも、おはこんばんちは、シルビでございます。本日はオデッサ鉱山、多いですね、オデッサ鉱山。しかもこれは旧配置の一拠点、さて、そんなわけで旧配置の一本拠地ですね、A に突っ込むゲームになっております。これも速攻で終わるんじゃないかっていう。地上からじゃあ5を通ってって感じですかね。ちなみに構成はこんな感じ。前回もちょっとマリンタイプのね、モジュールつけて遊んでおります。高速切り替え2とシールドブレイク。で、もうザク 2F はちょっとコストがグフを超えました。ついにグフ超えです。私のザク 2F 型はグフを超えた。コストだけもちろんスピードがあるとね、いいんですけどね。まあ、ただね、それでも110秒でこの性能かつ、というのもですね、移動射撃2をつけたんですね、試しに。そうするとマゼラ F がですね、まっすぐ飛ぶんですよ。もう感動ですね、これね。今までなんか結構マシンガン並みにブレてたので、結構当たらないシーンも割とあったんですけども、ただねマゼラはね、爆風判定のせいでね、直撃判定なかなかしないですね。地面に立ってる相手にしかほぼしないと思った方がいいです。空中に飛んでるのはよほど相手のスピードが遅くないとしないですね。なので、マゼラはね、もうちょいなんかマゼラというよりも爆風の当たり判定をちょっとどうにかしてほしいですね。結構悲しみを背負うシーンがあります。さあ、これ突っ込みますよ。今のも当たってるのにあれじゃないですか、のけぞりですからね。まあ、多分敵もそういう判定は結構してるんだと思います。みんながみんなそういうわけなんでね。さあ、やるしかないよ、ここは。あら、片手持ちですね。いや、行くしかない。さあ、敵も来たんでね、ちょっと乗り遅れた感じはしますけども、行きましょう。歩兵戦にどうしても目がいっちゃいますね。あかんですね。X も来てるんでね、こっちは行くしかない。お、しかも壊れてますね。ここは事故さえしなければ。はい、事故ったー。あー、クラウンか。あー、惜しい。うーん、悔しいですね、ちょっと悔しい。まあ、だけどいい感じだけど、拠点全部取られてるっていう。3本球くれ、マジくれ。出なーい。探求が欲しい。そして索敵。そう、あれはまあエースは勝手に皆さん得意のしゃぶりをするでしょうから、よいしょー。やったね、ありがとう。なんてこったい。
まさかまさかの、これもちょっと逃げましょう。ここまた来る可能性があるんで。んー、やっぱりちょっとね、FPS40 から50、まあ、30から40の間って感じですね。若干、スムーズにここ行くだろうっていうところで行ってないんで、まあちょっとね、また設定を見直してみて、あと、ホコリとかね、もし物理的な、パソコンの中でのボトルネックが、ボトルネックっていうか、まあなんか、変な点、無駄になってる点とかね、そういう意味なんですけども、あると思うんでね。さあ、ここは潰していきたい。ここは潰していきましょう。ここは潰していきましょう。ガンガン行きましょう。これ地雷踏むぞ。そんなの当たらん。射程がこいつのメインは長いんでね、800ぐらいあるかな、あービームライフ B3 って。だから結構ね、結構これは届かねえだろうっていうところでも当たります。それが素晴らしいですね。だから B3、 私はやっぱりその性格的に手数重視なので、そのチャージビームライフルよりもこいつは B3。 ただ初期ジムをやったときはあれは速度がないんですね。強襲的な使う速度がないので、初期ジムは案外ビームライフルの方が、あ、チャージビームライフルの方が合ってるかもしれないです。こいつは速いんでね、なんだかんだ言って1200ぐらいあるんで、そういう差は大きいです。あのラインはまずいですよ。自分もさっき前の試合でやりましたけど、あのライン立つとですね、あ、バカっす、バカだこれはやっちまいましたね、非常によろしくない。ありがとうい や, わなんていうのか、あ、やべえって思ったんですけど、打つ瞬間おい、ていていていて、アムロ先生の攻撃ですね。さてこれどうしますかね、次の一手2を狙いましょうか。うん、いいですね、2狙いは悪くないですね。おお、行ってしまった。そしてこれである。今味方のリペアが全員エースに行くっていう悲しいシーンを見てしまいましたけども、そうじゃないだろっていうと思いましたけど、まあ仕方ない。さてここでね、私、あ、壊れちゃったんですね、補給管がね、どうしますかね。5から行きましょうか。そこまでしてエースに、まあそこで倒すっていうのは重要なんですけどね。ネズミがいますね。あれを壊すと核が来るんでね。まあ、戻っちゃいましたね。壊してすぐ立ち去ったパターンですかね。あらら、いや、いましたね。さーて、やられると思ったか。お前はザクマリンを舐めている。攻撃能力高いですよ、ザクマリンは。さよなら。あ、当たんなかった。はい、さよなら。いいですね、久々にいいですね出ましたねザクマリンちゃんいいですね。ちなみに S からですね M に切り替えました。手数重視の私のそのを体現するためのね、
いい機体ですね、マリンちゃん。射程も長いんでね、素晴らしいですね。このスナイパーと打ち合えるっていうこの素晴らしい機体です。ちょっとリロード忘れてたんでね、リロードしましょう。ここはしっかり壊しておかないと。あれ、お、さーて、あれ地雷かな。やっぱ地雷ですね。一発で死にましたからね。痛い痛い。さすがにマリンちゃんそんなに体力ないんでね、ちょっとおデブちゃんで体力は体力ないんでバテやすいっていう、そういう機体ですね。さあここにいますね。さらに下にいますね。前にもいますね。ここの辺かな。はい、この下にいたのはいましたね。後ろから無理に格闘くようにね、もう最近格闘での失敗がちょっと 目に見えひどいので。あ、守れなかったですね。あ、だけど行きましたね。さてここで敵がいないの、堂々とですね、敵を全部処理したんだね。堂々と戻りましょう。敵の格差、あとは気をつければいいでしょう。まあ、3ちょっと厳しそうですね。ここ食らう？来ました。痛い。ああ素晴らしい。ハヤトさんがあんなとこに、ちょっとは秘密なんで削っちゃいましょう。こっち側に立たないとね、まずいんですよ。しっかりとリペアを潰して、あーバッシー、ここでのは流れ弾で死ぬ。仕方ないですね今のは。ただ若干ゲージ差が詰まってないですね。大丈夫ですね。お、素晴らしいですね。これは逆にこっちから撃てばいいのかな。敵は向こうから撃ってるっていうのが分かったんでね、自分もそうであったように。さーて弾を回復して、抜けられちゃいましたね。あれ間に合わないです自分には。さあ弾切れですね。普通、名前が普通。あ、あそこにスナイパーがいますね。
お、地雷を撒いてますね。なかなか面白い戦法ですね。ただし、そこにも地雷を撒いたねって感じ。やっぱりちょっと遅いっすね。危ね。もう一人スナイパーがいたような、気のせいですかね。いた。ほいっと。あれ、何を食らったんでしょう。ああ、そこに。いや、もう行かざるを得なかった。行き過ぎかっていう話ですけどね。マリンちゃん行きたいですね。とても行きたい。いや、モジュールのおかげでなんか、だいぶ恩恵を受けてるような気がします。武器切り替えね、早くするとね、手数がさらに増えるので。で、まあ、バルカンでもいいんですけど、個人的にバルカン、火力が低すぎるんでね、やった感じ、ショットガンのいいかなっていう。もう割り切って。中遠距離ではもう完全にミサイルと、にするっていう、割り切ってしまえばいいのかなって。痛い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 。おお、突っ込みますね。すごい。大暴れだ。まあ、ただね、これも3に行ってるんでね、ここで3を取ってるますよね。見えない。取ってると思うんで、3行ってしまう。ただね、上にも敵がいるんで、その処理をしましょう。ういって何を食らったし。いたー。痛かったですね。何を食らったんでしょうね。今のでもこけない。さすがの、安定のマゼラトップ。悲しいですね。とても。まあ、仕方ないです。マゼラトップはそういう武器です。だからね、マゼラトップだけ別枠に しないでしょうけども、してほしいっては思うんですけどね。ああ、早いですね。この回転率の速さ、素晴らしいですね。100秒、ちょっとね、コスト上げてるんですけども、それでも短いですからね。やっぱり、手数は重要です。あ、オーバーヒートしちゃいました。まあ、オーバーヒートしてもどんどん攻めていけるんでね、いい機体です。痛いですね。割となんか流れ玉というかもらってますね。まあ、ちょっと弾を回復しつつ、まあ、射程が長いんでね、何にせよそれがいいですね。中距離からも安定して火力が出せると。終了。ああ、まあ仕方ないですね、あれは。さて、そんなこと言ってる間にですね、まあ安定してきましたね。ガンガン距離を詰めれるんでね、いい機体です。
おっと、何を食らったしって感じですね。地雷がなんか巻かれてそうですね。お、なんか光りました。しっかりとね、しっかりと。あ、惜しい。いいっすね、いいっすね、楽しいっすね。え、マジっすか。それはちょっときついんじゃいくらなんでも。だけどありがとう、その心意気は素晴らしいです。いい感じですね。割と味方が強かったって感じですね。あとマリンちゃん、マリンちゃん割と化けてますよ。バリ、バケマリンですよ。うん、マリンちゃんはほんとさっきね、モジュールで、この前の試合かな、はモジュールで移動攻撃補助を入れてたんで、今抜いたんですね。そうすると若干やっぱブレますね。特にバズーカーとかが少しそういう気がするんで、移動攻撃補助1を入れといてもいいかなという気はします。そのぐらいの元は取れてるんじゃないかなっていう感じですね。やってみると、うん、そのくらい、F バズーカがなんせブレるんでね、そういう意味で、ブレない F バズーカってのは結構脅威なんじゃないかなと今やってみて思いました。だからまあ元々コストが70で、それに今高速切り替えと、それでまあ100いくかいかないか、ちょっと見てみましょうかね。92秒、モジュールカスタマイズ、シールドブレーク入ってますね。ここに例えば、高速切り替えとは別にすいません、自動攻撃補助を入れると100秒、2を入れると110秒、まあそれでもね110秒、グフと同じぐらいっていう感じなんでね、ありなんじゃないかな。まあ2は必要ないかなという感じですね。もう自分の効果1を入れて100秒っていうのはありかもしれないです。っていうのも自分は今見たようにショットガンを使ってるんでね、実際恩恵を受けるのがバズーカだけになってしまうので、まあ、1でいいかなと。そうすると、まあ、100、100、467、うん、一番いますね。ちょっと、で、まあ、こいつは何もなし、400秒。こいつは回転率を上げたいんでね。まあ、アクトは生存率が長いので、もともと467秒。こいつは死ぬことが多いので、400秒。っていう感じで、ちょっと分けてます。そうすると、こう、こう、チューチューっていう感じでね。割とこれバランスいいですね。やってみた感じ、思ったより良かったです。ここに本当はザク 2J でもいいんですけども、長距離でね、火力の出せる、ただマップによってはザク 2J とかに分けた方がいいかもしれないです。っていう感じでいろいろとやってみて見えてくることもあるんでね、モジュール割と楽しいです。そんな感じでね、実況プレイ第60何回かの実況プレイが終わりになります。どうもありがとうございました。